鈴木おさむ氏妻の大島美幸と結婚23年目、交際0日結婚をしたのは、シャレだ、と確認し合いました。元放送作家の鈴木おさむ氏が14日、自身の X、旧 Twitter を更新。妻で、お笑いトリオ、森三中の大島美幸との結婚記念日を迎え、心境を綴った。この日は、10月14日は、妻と僕の結婚記念日です。本日から結婚23年目に入りますと切り出すと、そんな本日、朝から妻に髪の毛を切ってもらいました。結婚してからずっと妻に髪の毛を切ってもらってます。コンビニ袋を首に下げて、切っているうちに妻が前髪を揃えすぎて、金髪も相まって、家田宗司先生のように見えてきました。妻が僕の髪の毛を切りながら笑っています。美容院で美容師さんが笑いながら髪の毛を切っていたら怒りますが、僕も笑ってしまいますと楽しそうにヘアカットを行うショットを添えた。鈴木氏はこんな感じで23年目です。交際0日結婚からここまでと感慨深げ。続けて、妻と最近、自分たちの交際0日結婚が美化されて、なんか気持ち悪いなと話をしていて、改めて自分たちが交際0日結婚をしたのは、シャレだ、と確認し合いましたと綴り、シャレから始まる夫婦だっていてもいいと投稿だ。最後はそんなシャレから23年目、宝物も沢山できた。というわけで、今日は晴れていて気持ちよい、ありがとうと感謝の思いを記した。